ミュージカルブラッドブラザーズ、本日から稽古が始まりました。今日は、読み合わせという稽古をいたしまして、僕このお芝居初演から約3公演、3回にわたって再三演まで重ねたんですけども、その3つの公演に実は出ておりまして、まあ何と言いますか、知り尽くしていると言いますか、もう本当に何回もやって体にこう染み込んでるって言いますか、そういうまあ作品でもあるんですね。でそれを改めて、まあ、演出という今回は立場で、立ち位置で今日初めて皆さんの声を聞かせていただきましたけど、まあ面白いです。はい、もちろんその芝居自体も大変面白いんですけども、また新たなメンバーで、改めてやってみると、またこれがこういう違いが出てくるのか、ここはこういうシーンになるのか、この人たちはこういうふうに見えるのか、でも何だろう、とにかく新しい発見の連続で、しかもそれがいい発見ばっかりで、本当にこの芝居は面白い芝居なんだ、人の心を打つ、魂を揺さぶる芝居なんだなってことが改めて分かった今日の読み寄せでございました。まあ見たことがないミュージカル、本当に心と魂がこもったミュージカル、セリフがちゃんと歌に移行していき、セリフと歌がちゃんとマッチミックスしたミュージカル、そういう理想のミュージカルになっていくと思いますので、ぜひ、楽しみにしていてください。頑張ります。